どうもコタロです。さあ、寒いねー。いや、本当に真冬のね、人ってお湯なんて思ってる秘境の湯沢のね、やってきました。さあ、本日はですね、果たしてバスは出てくれるんでしょうかってことでね、やっていきたいと思います。じゃあ本日も行ってみよう。はい、ジムダンディでやっていきます。冬の釣りってついつい無言になりがちよね。こう集中力高まって次の一頭で出るんちゃうか、次の一頭で出るんちゃうかってなるからな。緊張感だいぶ高いよね。この緊張感を保つためにもこの服のね、レイヤードというかあれを気にせなあかんよね。中にこうさ、あったかいやつ着て、で僕の場合やったらこれ今マロンティーみたいなの着て、フリース着て、でまあブルーストームのインナーダウン、ブルーストームとナンガのかコラボのインナーダウンのやつを着て、でこの一番外にこうね、レインウェアというか、まあハードシェルというか、まあそういう感じのやつを着るっていうね。それすることで、でまあ下は下でまあヒートテックとスウェットとインナーダウンとこのハードシェルというかそういうやつにカリブ、これで完璧。ちょっと出とる指先とか寒いけど、それ以外はもうバッチリやから。それでだいぶこう集中力高めてさ、やってくると魚に結びつくかもしれない。確率は上がると思う。そんな気がするな。バスおる。あれあれ、バスバスバス。それ。おお、おるもん、うろうろして。虫か病気か分からんけど、ブリーンなっとった。反転何回か。いや、まあバスは女は分かったけど、あれ病気っぽかったけどな今の。40ぐらいの。腹見せてこうグリーンになってたね。反転してたっていうか、全然あの飯食うとるとかじゃなくてな。何やったんやろ。バスが女は分かった。あとは釣るだけや。出ろ。
バス見れただけでだいぶテンション上がるな。はい、ダブルスシャプロット。ジェレミーのジュニア、ゴミがちょっと多いんでね、これでやっていきます。あ、そういえばさ、あのあれよ、この前紹介した伊野神社のね、あの伊勢日あったと思うんですけど、あれはまあまあ伊野神社っていう三重県の神社での釣り上げ守りなんですけど、これね、今年から新しく頒布されるようになった篠路神社っていうね、北海道の札幌にあるね神社の釣り上げ守りになります。ぜひですね、また札幌っていうか北海道に旅行行かれる際があれば、あの篠路神社さん行ってもらってですね、お受けしていただけたらなと思います。日本でいうと北海道にしかいない鳥、シマエナガっていうね鳥がいるんですけども、それをですね、この釣り上げ守りに落とし込んで、これ足もついてるからシマエナガカラーになってる、釣り上げ守りが北海道にもあります。三重の伊勢海老と北海道のシマエナガと揃えてやっていただけたらなと思います。いや、その気分によってさ変えれるわけやん、こう、まあ、それがね今ちょっと目的には楽しくなってます。今まではまあね、ヒノキ釣り上げ守りね、今年からの名前で言うとヒノキ釣り上げ守りだけだったんですけども、こういうねいろんなこう釣り上げ守りができてくるとですね、いろんな楽しみもね増えるっていうね感じで、結構あのワクワクしております。はい、今年もいい釣りできるかなーやな。LHB でやってきます。
マウスでいきます。キングジムダンディ、はい、じゃあジムダンディやっていきます。一気にな、なんかこの風とか出てきてさ、体が冷やされると釣れる気がせんくなる人間の体は正直で、なんかほんまそれで、でも思うとやっぱ体温維持するっていうか、体のこういうレイヤードのシステムをしっかりするっていうのは大事なんていうのが分かるな。もうこれ何もなかったらずっともう釣れやんっていうメンタルで最初からや。冷え切ってくるとちょっと釣れやんかもっていう、もう帰りたいが強くなってくる多分ね。そういうのがある、まあ、そんなん言うとらんと、もうそろそろ終わろうかい。よいしょ、よし、ラスト一投したろ。このラスト一投で出てこい。おい、はい、よう飛んだけど、これドーン出てほしいな。真冬のラスト一投で釣れるとかなかなかないんじゃん。よし、終わろう終わろう。オーケー。はあ、終わった。はい。ああ、いかがだったでしょうか。ね、真冬の秘境
こだまへん。まあ魚はね全然まあ見れたんは見れた、一匹ちょっと狂っとるようなねバスが見れたんですけども、まあそれ以外はまあ全然の生命感って感じでしたね。はい、まあでもね結構こう冬の釣り楽しめたんで、僕としては結構楽しい、あの満足高かったです。はい、じゃあ本日はですね、北海道の篠路神社の釣り合い守りシマエナガ可愛かったよって思ってもらったらですね、ぜひグッドボタンを押していただいてですね、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録もしていただきまして、Twitter、Instagram、TikTok もやってますので、そちらの方のフォローもしていただけたらなと思います。じゃあ皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。ではまた。